どうも、ですクソ寒いこの家 <laughs> はいじゃあまあこんな寒い中でもビールは飲むとかまあこれはスキー場の内定祝いなんでまあ今年で <coughs> スキー場は最後にしようかなっていう感じです 今年を振り返った動画はないけど、まあ振り返って、<coughs> やっぱり家を買ったっていうのはでかいよね。うん。でもブログ収益もそんなに増えてないし、FX も全然ダメダメなんで、家を買ったっていうことだけは進捗かな。うん。 で、あと来年の4月からこのクソ寒くて気密性の悪い家を直します。うん。で、あとゲストハウスも始めます。ただコンセプトとしては まあ過去僕も、うん <coughs>、四国のお坊さんのところで、実は他人のすねをかじってニートしてたりとかはしてたんで、その時あの、生活だけをしてくれたお坊さんがいるんだよね。まあ今は、もう、もう体調が <coughs> 優れなくて、 住職さん辞めて、お寺を他のお坊さんに引き継いでもう今は、うん、どこかがまあ自分の生まれた家があるところに帰ってるんだけど、うん、その人が実現できなかったことがあって <laughs>、 で、かなり俺もゲストハウスやるとは息巻いて家買ったけど、ただのゲストハウスとかただのギークハウスをやるよりかは、そのコンセプト型にしたいわけ。でも、そのコンセプトどうしようかなって時に全く何も浮かんでこないんよね。で、うーん うんこうそのお坊さんがよく話してくれたことがあってそのお坊さんがなんでお坊さんまあ住職を目指したのかと言われればなんかねドフトエスキーの本を読んだんだって、まあ、それまではあの ずっと、定食にもつかないで、まあ、知り合いのみかん農家の人がいたから、日銭がなくなったら、そのみかんの、あの、摘むとかそういう仕事だけさせてもらって、あとは、ずっとみかん畑の中で作った小屋を、作った小屋の中で本を読んでるっていう生活をしてた人です。お坊さんになるまで。で、 お坊さんになったきっかけっていうのはドフトエスキーっていう人の本を読んで悩みを解決したければ悩んでいる人たちのところへ行きなさいっていう一言があってそれでお坊さんになるっていうことを決意したんだそうですなので僕もその後に和歌山の共生者とか行ったりまあそうああいうあそこはすごい居心地よくて まあ、あそこをまた、あそこに似たような場所をやっぱり俺も作りたいなっていうのがあったので、まあ、そんな感じの場所にしたいけたらなっていう、そういうテイストを出せたらなっていう施設に、えー、していきたいと思ってます。いや、寒いな。残留物処理で見つけたストーブの中の灯油が残ってたんで、今炊いてるんですけど、まあ、ストーブ効かないですね、この家。 なので、まあ、あと、秋田県って面白いところで、面白い。まあ、不謹慎かもしんない。一応、秋田県っていうのは引きこもりと、引きこもりの率と、実は自殺率がワースト1なんだって。うん。だから、それと、引きこもり名人の勝山さんって人、一回ね、抜け組集会っていう、 あの、東京の変なイベントがあって、ま、要は、勝ち組負け組じゃなくて、その、勝ちでも負けでもない、その、真ん中を生きている人たちの、集いみたいなのがあってさ、そこで、実際に初めてね、会ったことが、一回だけしてまだ会ったことないんだけど、その人が言ってたっけな、引きこもりとね、外ごもりって全然断然の差で、引きこもりまんまいると、やっぱり、 あの、あんまり良くなくて、でも、引きこもってる人が外ごもりになるとね、もう、ドラクエで言えば、こう、レベル1からレベル50になったぐらいめちゃくちゃ強くなるらしいんだよね。<laughs> でも、だから <coughs>、やっぱり僕もそういう悩みを抱えてるし、やっぱり、とりあえずは自分を助けるべきだなっていうのは思ってるんだけれども、自分を助けたとして多分、 助かるる人もいるんじゃないいかっていうのを勝手に思ってます今ののところなので、最初はね、レトロゲームギークハウスみたいな、まあ俺がレトゲー好きだから、雇おうかなと思ったんだけど、まあいかんせんそういう秋田っていう土地だし、そのお坊さんの悩んでる人のとこに行けみたいな話もあるし、ちょっとそういう提出とコンセプトを で、僕も悩んでる。ので、まあ、それらを、考慮してちょうどのいいやつっていうのは、外ごもりプレイスかなって感じ。強制者ではない。強制者ベースで強制者っぽいところを作ろう、作りたいなと思ったけど、いかんせん今この、僕のこの物件がそれを許せない <laughs>、ですよ。 で、あと俺が住民票ここに置いちゃってるからね。俺が事業主としてやるんだよ、あれば。俺がここから出ていかなくちゃいけないから。それはちょっと勘弁してくれ。<laughs> だって俺が買ったからさ。まあできるかどうかわかんないけど。あともうトイレを1個か1個か限界かトイレを 2, 2個にしたい。 というようなハードルがいくつかあるから、まあそういう感じでやったとして、まあ外ごもりプレイすかりだよね。あの、引きこもっている人たちを支援する人たちもやっぱりいるんだけど、その人たちはね、いかんせん当事者の人たちに会って、じゃあ、どっか行ってみませんか気晴らしに、みたいな話をするんだけど、 やっぱり当事者の引きこもってる人たち。まあ俺もね、引きこもってた時代はあるけど、その時あのファさんのファっていう人がいてツイートを見てたけど、どこにもいたくないんだけれども、どこにも行きたくないっていうツイートがあるけど、まさにそれで、そんな感じなんだよね。どっか行こうって言われると、いや、いいって言うし、ずっとそこにいるんだけども、まあどこにも、 そこ,あどこにもじゃ、どこにも行きたくないんだけども、そこにいたいわけでもないっていう、まあ、そういう矛盾の中でずっといるので、それもそれで健全ではないなって、振り返ると思うんだよね。だからそこで、支援員の人がさ、そういう人に、どっか行ってみませんかって声かけたら、んどこへっていう話になるんだよね。いや、その時点である意味も失敗してるよね。 なんで、まあ、どこへって言ったときに、じゃあ、外ごもりプレイスみたいなところがあるけど、絶対何え、何それってなる,なると思うんだよね。<laughs> そういう場所があればね。で、あとは、強制者にいたときに、誰だっけ誰か、うん。多分ね、メールをしてくれた人は誰だっけ違う。 多分その人が今、強制者にいるかは分かんないけど、あのー、なん、時々ね、親御さん来るんよね、強制者って。<laughs> で、僕がいた時は一番短期で滞在させてもらった時は、人が一番多かった時代、十、二十人ぐらいいたんじゃないかな。たまたま冬場で、あのー、出稼ぎに行ってる人たちがいたから、人数は少なかったけど、席を置いてる人は、 が一番多かった時代で、その時に来た人、親御さんを案内した人は、まあ、うちも今いっぱいなんで、ダメなんですよ、みたいなことで、こずっと断ってたっていうのは印象的です。なので、まあ、それもそれでかわいそうだなと思ったし、<laughs> やっぱりずっとそういう場所をずっと探してきて、なんでそういう場所がないんだっていう文句を言っては来たんだけれども、じゃあ文句垂れてると、 まあそれが解決できるかと言われれば解決はできないんで、じゃあ、まあ50万はたいて、家買ってそういう場所を自分で作ればいいんじゃないっていう思い立ったのは今年なので、まあちょっと遅いけど、ねホリエモンみたいにお金集めができるわけじゃないけど、まあ大体そういう場所をちょっと秋田で作ってみようかなっていう感じで、 ま、誰が見てくれてるか <coughs> わかんないけどもしかしたら、外ごもりプレイスりだけども、それを開いたとしたらもしかしたら来てくれるかもしれない人のために、ま、スキー場頑張って行ってきます。っていう、うー、ま、ぼんやりふんわりとした、え動画でした。寒いよ、家。 マジ、心気寒いから、絶対治すわ。じゃあねえ。